ある日ひまわりの子供たちがひそひそ小声で話していたよ。ここはもうすぐ潰されるのさ。みんなに教えてあげようと並んで一緒に咲いている。ある日うるさい蜂の親分ブンブン飛ばしてやってきたよ。ここは昔は戦場でも蜂たちは刺して刺されて死んでゆくよ。ひまわり組の良い子たちお日様にいっぱい浴びるから、お日様みたいに笑ってる。
空って